日本ではおばあちゃんの家っていうタイトルになってたんですけれど、もう一本のは見てません。そのおばあちゃんの家っていうのは見て、男の子がおばあちゃんのところに来てそれから去っていくっていうのはとても似てると思いました。だけどあれは本物のおばあちゃんなんです。役者さんじゃないんですね。これはもうそういう本物にはとてもかなわないなと思います。